ちは吉田です。現在いますのは JR 大宮駅新幹線ホームとなっています。今日は2022年の12月29日ということで、年末仕事納めをして今から地元に帰られるというような方も多いかと思うんですけれども、そんな日の大宮駅で新幹線を見送りながら新幹線の混雑の様子であったり、あとは私自身も1年間チャンネルを運営しまして、この簡単な振り返りをしながらですね、ご視聴いただいた皆様に感謝の気持ちをお届けしながら2022年最後の動画投稿をしたいと思っております。珍しく直喋りをしております。大変緊張をしながら喋っているんですけれども、普段と動画のテンポが違って聞きにくいことをご了承いただければと思いますので、ぜひ今回も楽しんで見ていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。Thank you.
はい、ということで2022年最後の動画は大宮駅から新幹線下り線の発車の様子をお届けしました。改めまして2022年に吉田の旅行チャンネルご視聴いただいた皆様本当にありがとうございます。特にチャンネル登録をしていただいている今現在74名の方々にはこんな弱小チャンネルでありながら登録をいただけたことに本当に感謝をお伝えしたいと思います。チャンネル登録いただいた皆様本当にありがとうございます。2023年も変わらず全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録など皆様いただけますと幸いです。本当に1年間ご視聴いただきましてありがとうございました。来年もぜひご視聴ください。ありがとうございました。ではまた2023年もよろしくお願いします。